皆さんこんにちは、こんばんは、ズマスナオトです。今回はひな恋ガチャやっていきたいと思います。まずはチケットあるんで行きましょう。真夏の女神ガチャかな、ちょっと行きましょう。ここ単発で6回、確定演出以外飛ばしましょう。さあさあ、星4は来るのか。さあさあ、どうだ。何の演出もない。でも単発来る時あるからね。はい、終了だ。で次は10連か。真夏の女神ガチャ10連の10連3回できる。これはないな、ないね。さあ行きましょう。あと2回20連。いやー、ないな。さあラスト10連。さあ来い星4。いやー、ないな。来てた、ナチョが来てたよ。ナチョが来てた。どんな感じこれ。まあボーカルの時は使えるかな。で次がこれ1枚しかまだないんで、このね小魚のこのね強いんだよね、この星音が。この生誕祭の星音が強い。アピールが高い相手一人にドレインアピール特大、これが強いんだよね。で歌属性の味方全体に大体の確率がポカポカ付与、これ強いんだよね。これ欲しいんだよね。ちょっとやっていきますか。さあ星音小魚を狙って、おーしおーし、これは確定だから。もう最初に確定演出が出たんで、欲しいな。小魚一択だね、今回の生誕祭欲しい。小魚一択だけだから本当に。めちゃくちゃ強いよねこの小魚は。今日は風が気持ちいいですね。ナイスだね。これは強いよ、これは強いよ本当に。おお、今日は風が気持ちいいですね。連発、これ確定じゃないよね。2個連続って確定じゃないよね、まさか3連続とか来たらすごいよね。いやそれはないよ。小魚連続ってある、普通今までないけど。もう十分だよねここで。間違ってないよね、あれだよね、強いやつ。強い、あの小魚の新キャラ星4、これ連続出るなんてありえる。まあいいでしょう、これ強いよね絶対。夜更かしし
ゃいました。で今回もご視聴いただきありがとうございます。自分の動画の高評価、 YouTube チャンネル登録のもお願いします。